やく体の動きが戻ってきましたよ。シノ、ツナガ様。こいつはオロチマルの部下だよ。メガネは沈ね、お前がやれ。オロチマルはわしがやる。じゃあさ、俺はお前はそこの豚と一緒に綱手の護衛だ。俺も戦うってばよ。俺だってやるときは。ダメだ。レベルが違う。相手はわしと同じ三人で、三代目を殺した男だ。それじゃあ影分身。と待て。影分身は使うな。まるで意味がないからの。大した陽動にもならん。チャクラの無駄遣いだ。よせの術。綱手に何かやられたよね。よう。うわあ！なんだこりゃ。どうなったの。久しぶり。ジライヤ様、まだ薬のせいでチャクラがうまく練れてない。相変わらずみっともないやつね。くそ、エロ仙人のことバカにされたわ。なんだかムカつくってばよ。口寄せの術。これは、はあ、やっぱりまだまだだの。なんでだ。こんにちはです。そうでもないみたいね。行くわよ。私は嫌いや。忍びの才能で一番大切なのは、持ってる術の数なんかじゃねえ。大切なのは、諦めねえ、ど根性だ。どうやら左足の方は蛇との戦いで大腿骨にひびが入ってるね。怖いかい、この僕。ここから逃げ出したいかい。死ぬんだよ。
死んだら夢も何もないんだから。馬鹿げた夢を追い求め、そして死ぬんだ。自分の言葉を紛れ、それが俺の人道だ。引っ込んでいればよかったもの。になるまで絶対死なねえからよ。螺旋丸。ナルトのやつ、やりやがったの。あんなガキがあの術を。チャクラを腹に集めて、術を食らう前から治癒を始めていた。僕がオロチマル様に気に入られたのは、技のキレでも術のセンスでもない、圧倒的な回復力。何？ねえガマ吉兄ちゃん、本当におやつもらえるの？あの人死にそうだよ。うるせえんじゃ、静かにしとけ。あの時か、心臓周辺の筋肉を切り裂いたというのか。ナルト君はもうダメだよ。治るはずはない。たとえあなたでもね。うるせえ。てめえは後で殺す。ガキには勝ったぜ。バカな。もう一度だけ、あんたにかけてみたくなった。あの子が暁に渡ると面倒ね。つまり殺すなら今。しまった。綱で、あんただけは殺す気なかったのに。こんなガキ一人のために投げ出す程度の命なら、それ相応にさっさと死ね。間に合え。
この死に損ないが！バカだ！誰の震えが！止まった！なぜなら、私が、この葉が来る五代目火影だからね。インフンインカイカイカイインポインポ創造再生。ツナレ様、出てくれよ。オラチマル様、急ぎなさい。サルトの羊、強制の術。このガキをシズネのところへ連れて行け。はい、わかりました。シズネ様、この子をお願いします。ナルト君、てめえ食うぞこら。そうおっしゃらないでください、マンダ様。誰がてめえの口聞いてんだよこら。軽々しく俺様に話しかけんじゃねえガキ。会うことがあったら覚悟しとけや。本当の不老不死、それが私、我不滅。
またいずれ。